先生こんにちは。あ、こんにちは。松田さん、それはいつからしびれてる感じですか？あいがー先生、いやー2ヶ月前ぐらいからこうしびれとったでしょ。めちゃくちゃ痛そうですね。2ヶ月前からだと思うんですけど、その2ヶ月間ってなんかどんな治療されたんですか？薬は飲みよっとけんどよ。全然痛みは引かんとですよ。俺しびれもピンピンくる。松田さん、それね、残念ながらですね、薬では治らないんですよ。ほんまですか？はい、整体外科院長の松田です。はい、副院長の松尾です。今日もですね、動画ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、痛みの朝ヒントだったりアイデアをお届けしていきます。はい、ありますね。ありますね。いやー、名演技じゃないですか。名演技でした。もう二人で笑いながら撮ってましたからね。ということで、よくですね、患者さんから質問に受けます、はい、薬ですね、飲んでも治りません。なんか効くとき効かないときはその場だけですね、いろいろ効くんですけど、はい、その薬のですね、裏事情というかですね、はい、皆さんに知っておいてもらいたい薬の話ですね、はい、腰痛の方は必見ですので、ぜひ聞いていただければと思います、はい、で、今日はですね、まっちゃんが薬の専門家ということで、いや、初めて言われましたね。はい、ちょっとやっていきたいと思いますけど、はい、どうですか、多い？もうやっぱめちゃくちゃ多くて、でうちだったらまあ腰痛だったりとか、はい、あとは鎖骨神経痛の患者様が多いんですけど、やっぱ第一声、どんなこう治療を今まで受けてきたんですかってお聞きしたところ、まあ、痛み止めをこう飲んだりとか、うん、っていうところでやっぱなかなか改善しなくて困ってるって方がめちゃくちゃやっぱ最初は多いですね。いや、はい、薬飲んでないっていう人いない。絶対飲んでるよね。ほぼもう 100% ほんと近いぐらいですね。飲んでますね。何されてますかって聞くと、大体薬飲んでます、運動してますですよねってなるんですけどね、はい、で今日はね、それの解決策を、はい、まあ、実際どういうことが起きてるのかを説明してくれてもいいですか？はい、うん、まあこれをね、見てくださってる方、腰痛あるいは坐骨神経痛で悩んでると思うんですけど、まずですね、薬をまあ処方される、でそれ飲むって思うんですけど、そもそもなんでその痛みが起きてしまったのかっていうのをやっぱ見つけていかない限りは、その薬を飲んでてもですね、治らないっていうのがまず事実なんですね。根本的なところですね。はい、で例えばあなたがじゃあ右側の、お尻から太ももの裏がしびれますとか痛いとかあると思うんですけど、なんでそういう症状が出ちゃったんですかね。ですね、いや僕じゃないですよね。まあ、勝てなできたから。まあこれを聞くと大概いろんな人が、うん、あ、筋力がこう落ちてきたからかなとか、はい、なんか食べ過ぎたから太ってきたからかなとか言う方が多いんですけど、まあ可能性としてなくはないんですけど、うん、それだけではないっていうのが正直なところなんですね。はい、でちょっと詳しくお話をしていくと、坐骨神経痛って言っても、いっぱいですね、原因っていうのが、まあ、考えられるんですね、はいはいはい、具体的にどういうことかっていうと、背骨、皆さんが想像してるのは椎間板だとか、この辺ね、はい、この辺ね、背骨ですね、はいはいはい、ここがまあ歪んでて、そこの神経をこう圧迫して症状が出てるってものも、まず一つ坐骨神経痛っていうふうに言われますし、あとはまあ股関節の筋肉ですよね、まあ、お尻の筋肉ですね、お尻、はい、そこにもまあ同じように症状を出してしまう、筋肉がたくさんあるので、まあ、そこから来てる症状っていうのも当然ありますし、あとは循環障害っていって、こう、まあ、ちょっと難しくなってくるんですけど、内臓ですね、内臓の働きがまあ悪くなってたりとか、ここ、はい、内臓、特に肝臓、腎臓とか、まあ、心臓ですね、そういったところは足のしびれだったりとかと、まあ、関係してるっていうのは結構多くあります。はいはいはい、なので一概に坐骨神経痛だからといってこれさえやっておけばいいっていうのではないっていうのが、まあ、正直なところなんですよね。ですね、はい、そんな中でも松尾先生はこれを伝えます、はい、やっぱり股関節周りはまず一番最初に、はい、ヒットする方が多い。股関節で腰痛ってどういうこと？はい、ですね、まあ、腰痛そして坐骨神経痛、なんで股関節が原因でそういうことが起きるのかっていうと、腰っていうのはですね、まず、はい、なんだろう、動きすぎる部分なんですよ。ちょっとこれ見ていただけたら、はいはいはい、分かるかなと思うんですけど、はい、この辺いっぱい骨ついてるじゃないですか。確かに肋骨とかね、はい、この背骨、はいはい、肩甲骨もあるし、いっぱいついてる、うん、で股関節も、まあ、この骨盤があって、で筋肉もいっぱいある中、うん、なんかここだけ
骨1個だけなんですよ、腰だけ薄い、ありがとうございます、はい、まあ、これどういうことかというと、うん、まあ、人間の構造的に腰っていうのは他の部分がですね動かなかったら、うん、ここで代わりに頑張ってくれる働き者なんですよね、この腰っていうのは。なので例えばですけど股関節が硬くなってきます、うん、何かしらで、はいはい、で本当はこの動き、例えばひねるっていう動きをやった時にこれね、はい、股関節が本当は動かないといけないのをこいつが硬くなってサボっちゃったら、腰が代わりに、あ、じゃあ私がその分頑張るよっていう風にやってくれるのが腰なんですよ。じゃあ俺ちょっと腰やるわ、はい、じゃあちょっと股関節やる、はい、どういうことですか、どういうことか、いや、分からない、ちょっといいか、はい、僕頑張れないよって言って、あ、分かりました、あ、もう昨日二日酔いでもう今日頑張れないな、僕頑張るよ、はい、こんな感じでこんな感じでやりました、はい、全然わかりませんでしたね、またやりたかっただけです、はい、まあ、どうぞどうぞ、まあ、あの、はい、なんだろうな、例えば腰と骨盤で100の仕事をしないといけないけど、はいはい、まあ、何かしらで股関節がうまく働けなくて20しか働けない、うん、でも100頑張りたいんだってなったら、うん、腰がですね80頑張ってしまうんですよね、はいはいはい、はい、これが1日だったら別に問題ないんですけど、うん、これがやっぱり数ヶ月、何年だったりとか続いていくと、やっぱ腰にもやがて限界が起きてきてしまって、まあ、痛みだったりとか、まあ、しびれを起こしてきてしまうっていうことが起きてくるんですよね、はい、待ってね、なんかこう腰こう曲げて何か取るとかも、はい、股関節で曲がればいいけど、これが曲がらなくてこう腰で、はい、おい、二日酔いみたいな感じでしょ、はい、そういうことですおい、動けよ股関節みたいな、はい、はい、そういうことですね、はい、なのでじゃあそのあなたが今飲んでる薬、うん、もしねこの股関節が原因でそういう症状が出てたとして、うん、その薬を飲むことによってこの股関節はじゃあ働いてくれるのかってことを考えないといけないんですよ。薬を飲んで股関節が働くか、はい、はい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 、ってなった時に股関節が薬を飲むことによって柔らかくなるってことは起きないわけなんですよね、うん、はいはいはい、はい、なので薬を飲んで一時的には脳みそを麻痺させるのでちょっと楽になるかもしれないんですけども、うん、まあ、根本的にここがこう動かなくなってしまっていることを解決することにはならないので、はいはい、薬を飲んでもまたこう症状が戻ってきたりとか、はいはい、あるいはこう効かないってことが起きてくるわけなんですよね。じゃこの場合は、はい、根っこの問題はこの股関節、ね、その場合は基本的には股関節ですね、股関節が動いてないくってここが頑張りすぎてて、はい、まあ、ここはもう筋肉使いすぎてる、はい、でこの使いすぎて痛くなってるっていう腰に対して薬飲んでここの痛みを止めたとしても、はい、原因がまだあると。そうなんですよ、まあ、雑草で言ったら上の方だけ取ってると、はい、この下も取らないと取りにくいじゃないか逆にみたいな状態ね、はい、根っこを取れてないんですよね、葉っぱだけ取ってるので、ね、間違いないですね、はい、もう例えがいっぱい出すぎてわからないと思うけどってことね。じゃあそういう時はだから腰じゃなくて股関節、股関節、そうだね、はい、もちろん他にもいっぱい原因ありますよ、はいはい、でも代表的なのは股関節だよっていうだけなので、うん、はい、ということですね、はい、ってことですね、わかりました。うん、はい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 、ストレッチですか、実際に皆さんができるストレッチ、それは次の動画でお話をしていきます、はい、お願いします。ぜひですね、まあこれでも知識を知らないと皆さん、ね、薬飲んでも治りませんってもう普通に言うんですけど、まあそれ私たちからすれば、いやそれは対処療法って言ってもう出たね、なんだろう出た痛みだけを取ってるだけであって痛みの原因を取ってないんですね。ただその原因を取っていくってことをしないといけませんので、まあ、ぜひですねこれ見てもらった方は自分の原因がどこなのかってことをぜひ探してもらって原因をね見つけていくっていう作業をしていけば腰痛はしっかりね、しびれもしっかり治ってきますので、ぜひやっていただければと思います。はい、はい、じゃあ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ではですね、今日はこれで終わりますけど、今日の話、ぜひよかったですね、チャンネル登録、あとですね、いいねとコメントの方もお願いします。はい、でですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。NG 集がこの後待ってます。こんにちは。今日はどうされたんですか？いやー、もう、こっからしびれ時間よ。痛かったですよ。ちょっと一旦じゃあ座ってください。